新しいゲームを今アプリをダウンロードしております。最近ね、新しいゲームをどんどんアプリにダウンロードしてプレイしてるんですけど、まあなんでかっていうと、まあいろんな人に見てもらいたい僕のチャンネルを幅広くね、男の子から女の子まで、そして年齢も幅広く、いろんな人に見てもらいたいっていう希望がありましてね、夢がありまして、そしていろんなゲームをしてるんですけど、まあなんでいろんな人に見てもらいたいかっていうと、まあ話長くなっちゃうんでね、あれなんですけど、まあ僕病気でまあね、ちょっとお仕事休んでる最中なんで、なんとか、YouTube でね、収益を得て、うち、犬がね、親子の犬が6匹いるんですよ。まあほんまは去勢避妊手術する予定だったんですけど、する前に交尾しちゃってね、いつの間にかそれで6匹なっちゃってね、子供が生まれて4匹、その6匹の、ペットの維持費も稼がないといけないんで、今の僕の仕事休んでいる状態ではね、維持ができないんで、なんとかね、頑張ろうと、まあ甘くはないのは承知ですけど、頑張ってやっていきたいと思ってますんでね、よかったらチャンネル登録して、見てもらえたらなと。まあ僕ゲームは下手くそなんでね、音出てんのかな、急に音止まったけど、ゲーム下手くそなんでね、あまりお見せできるようなプレイはないんですけど、それにはまず聖騎士団にならんとな。地道にやっていくしかないよ、キュイ。分かってるよーだ。
よかった。失敗した。まだゆっくりしていた方がいいよ。ここはどこですか？王国軍の駐屯地だよ。王国軍の駐屯地？最高の騎士団、グランナイツを目指しているんだ。またそれか。私の名前はスリアード。でもごめんなさい、他には何も覚えていなくて。追っかけられてたけど大丈夫？何も覚えてないの？記憶喪失ね。みんな気持ちはわかるが、聞きたいことは後だ。もし隠し事があるなら話しておいた方がいい。本当に何も。ただ気づいた時にはこれを持っていて。ブローチ。綺麗ね。うちにも見せて。あの子が私のそばに。やっほー、私だよ。私の名前はロム。君はまさかグランソウル。さあね、私も知りたいくらいだよ。この子と同じで何にも覚えてないよ。ブローチの形をしたグランウェポン、そんなものがあるのか。じゃあ調べに行ってみない？グランソウルならイブさんが詳しいかもしれないわ。ラグナデアに戻ろう。準備はできてる。うちと行く人出ておいで。
足を引っ張るなよ。指揮官、ジュルク、ありがとうございました。これからラグナデアに帰還しようと思います。ご苦労。その様子だとあの少女は目を覚ましたのか。それはよかった。はい。ところで周りが騒がしいようですが。ああ、ムムドムの群れが王国領を襲撃した。すでに兵士を送ったからもうじき騒ぎも収まるだろう。ムムがですか？あんなにおとなしいモンスターがどうして？そこは私も気になっていた。討伐が終わり次第調査を始めるつもりだ。もしよければ討伐を手伝わせてください。少しでもみんなの役に立ちたいんです。見習いながら騎士団の掟をしっかり守るとはな。素晴らしい。こちらからもぜひ頼みたい。戦闘の前に効率よく戦える方法知りたくない？この手見える？ここをタップするとバトルモードを変えられるの。これはボタンをもう一度タップするとボタンがオンに変わるよ。タップしてみて。このモードでは通常攻撃だけしてくれるから自分のタイミングでスキルが使えるよ。どっちも使ってみて自分に合ったモードで効率よく戦おうね。セリアド、危ないから下がってて。でも何か私に手伝えることが。力を貸して。いいグランウェポンがもらえたね。使わないのはもったいないから今すぐしてみよう。バランスよく早めに装備したいときはお任せボタンを使うといいよ。バランスよく早めに装備したい。よし。
日々精進あるのみ。騎士団の皆様が感謝します。おかげでかなり数が減りました。状況は？急にムムの群れの襲撃を受けましたが、もう大丈夫です。あとは我々が肩をつけます。ムムが暴れた原因については調べがついて、それがレビまで暴れ始めてしまい収拾に追われています。指揮官の指示でこの一帯の調査を進めるはずが、これではムムとレビのピクニックかな。うちも一緒に遊びたい。見ててやるよ。チビ同士で楽しそうじゃないか。あの、今回のご助力のお礼にポーションを受け取ってください。きっと役に立つはずです。見返りを求めて手伝ったわけじゃないけど、ありがとう。任務遂行にポーションは必須だよね。今ちゃんとバッグに入れた？で、こうやってスロットに登録しておけば、今のすっごい大事だからね。あとスロットに登録したポーションはメンバーが自動で使っちゃうの。長くタップしたら手動に変えたり、また自動に変えたりできるから好きな方を選んでね。この調子だ。ミスがいるぞ。ポーションを分けてあげよう。いくぞ。しっかりしろ。ありがとうございます。助かりました。ムムたちにやられたの？確かにムムなのですが、僕が襲われたのは普通じゃなくて、あっちです。見てください、あの大きなムムキングがいきなり襲ってきたんです。キングか。ざっと見積もって30人前といったところか。やめて。あんたの考えてることの想像はつくけど実行しないでよね。すいません、現状ムムキングを想定した戦力ではなく、それで騎士団の皆様には心苦しいのですか。心配はいらない。ムムキングは俺たちに任せてくれ。感謝します。ウィン、今日の夕食にあれが出てきたら分かる。見せてやる。色が不可であれば赤いやつを。色の問題じゃないのよ。力を出せ。そろそろラグナディアに帰還しな。でも今私たち、どこらここをタップするとマップが開けるみたい。ラグナディアはここか。ラグナディアをタップして移動しよう。
まだ移動できるエリアは少ないけど、任務を遂行するときっといける。ここが王都ラグナディアなんだ。グランナイスが。また始まっちゃったよ。俺はただ知ってほしくて。気のせい。イブさん、久しぶり。いらっしゃい、騎士団の皆さん。そういえば、セリアードって子助けたそうね。いい子にはちゃんとご褒美をあげないとね。はい、女神の祝福だよ。騎士様が。はじめまして。私のことはメルテスって呼んでちょうだい。あら、小さな騎士様。せっかく呼んのにごめんなさい。私はもう人を傷つけたくないの。ただならぬオーラを感じるよ。あなたにふさわしい宝物だね。我が名はタシオ。ゴハルを守る。そなた、我が王になっていただけるか。ただならぬを感じるよ。きっとあなたにふさわしい宝物だね。そうだ、イブさん、セリアードのことで相談があるんだ。ブローチのグランベポンは私も初めてだけど、形は問題じゃないからね。セリアードさんの記憶が戻ればわかるかも。そうだ、エリザに聞いてみるのはどう？身元を管理しているエリザ。エリザさんなら。今手に入れた装備、見てみたい。エリサのとこに行く前にちょっと見せてよ。お、スロットをタップ
ップして好きな装備を好きなところにカスタムするのもいいよね。他のメンバーの装備も覗いてみたりして、新しい装備とこれからも仲良く付き合っていこうね。騎士団の皆様、女の子を助けたと聞きました。さすがのご活躍で。その件で来たんだ。彼女は記憶喪失みたいで、だから彼女セリアードについて調べてほしいんだ。もちろんお任せください。セリアードさんってお名前は？そうですか。セリアード、元気出してよ。もしかしてグランソール？はじめまして、私はラム。セリアードはブローチの方はグランウェポンを持っていて。セリアードさん。はい。騎士としての素質見逃せませんね。ぜひ集会所で総長ラインヒルト様に会われてください。頑張ってくださいね。こっちだよ。受け取ってくれるよね。明日も楽しみにしてね。これ好きだったよね。明日も忘れないでね。騎士団入団希望の方はいませんか？ラスさんが女性と一緒にいるのを見たんです。突然画面が消えましたね。とりあえず今日のところはここまでにしときます。突然画面が消えちゃったんで。今再スタートはしてますけど、私は葵と申します。私がいればあんたの未来は順調よ。私を程よく敬うことね。私の名はヨウ。策士としてどのような策も用意してみせましょう。
私は一応人間、右腕はこんなありさまだけどね。まよろしく。薬師の凛です。薬のことしたらお任せください。呼ばれました偉大なるエスプロジェン騎士団の皆様、グランウェポンを持つ少女についてですね。その力を操れる者は限られています。あなたがグランウェポンを操れるのなら、王国にとって使用足りえるでしょう。セリアードさん、どうかお力添えいただけませんか。よかったね、セリアード。ナルト、やあ総長、ご無沙汰しておりますね。あなたは面白いお話を聞いていても立ってもいられず。何の用だ。ひよっこに用はないんだよ。これがグランウェポン。笑わせるな。何をするつもりだ。無知とは罪だな、バカどもが。いろ。兵士たちが。兵士たちの様子が…わけない。領地から怪しい光も…よそ見をするな、よっこども。よし、LP がいっぱいになったよ。これでグランウェポンの隠された…ワクワクしちゃう。光ってるウェポンを…へっ、くらえ。見せてやる。やるじゃないか。おっと、タームルはどこだ。うん、じゃあな、ひよっこども。強そう。よし、他のメンバーと力を合わせて戦う。メンダーは変えることができるよ。あと、このボタンで他のメンダーを自分の近くに呼ぶこともできるの。みんな、待て。獲物を追わなければ。獅子たちは任務を与えます。必ずブローチを取り戻してから。見せてやる。力を貸して。ヒルト、ありがとう。カルシオ、我々の同志。なぜグランナイツの彼が。カルシオンだと。カルニッツ、あいつセリアードのブローチを奪っていった。
ご命令通り奴を追います。行くぞ。もう影も形もないか。大丈夫だよ、私がいるもん。ブローチのオーラ感じ取れるんだ。おいおい、感覚かよ。それって信じられるのか。東、東離着陸場の方から行こう。無視すな。なあ、ちょっと待て。おかしくないか？おかしいってのは何かだ。あのチビだよ。なんでここにいるんだ。うちのこと？ひどい。チビはチビでもお前じゃねえ。あの飛んでいる方だ。ブローチが盗まれたってのになんでここにいられるんだ。グランソウルならばウェポンから離れられないはずだ。言われてみれば確かに。当然のように私たちと一緒にいたから気づかなかった。お前ら何者だ。あ、わかった。ロムは特別なグランソウルなんだよ。実はグランソウルの女王様みたいな感じ。うんうん、すごい説得力、さすがキュイだね。んなわけねえだろ。ごめんなさい、私が何者なのかどうしても思い出せないんです。ただあの子やブローチは私と唯一共にあったもので、絶対に失ってはいけない、そんな予感がするのです。とりあえずあいつからブローチを取り戻さなきゃね。このままじゃ何もわからないもの。わざわざグランナイツのカルシオンが奪っていくほど普通のものではないのは明らかだが、なぜ奴はそれを。疑問は尽きないけど、考えるのは後にしよう。今はナマリエが言う通り、ブローチを取り戻すのが先決だよ。これは総長からの任務でもあるしね。ええ、でもここからは教団の管轄だわ。おとなしく私たち王国軍の騎士団を通してくれるかしら。わからない。でも何もせず引き下がるわけにはいかないよ。あの私とロムで行ってみようと思います。皆さんにこれ以上ご迷惑をおかけするわけには。迷惑じゃないよ。困っている人を助け守る、それが騎士なんだ。だからそんなに気を使わなくていいんだよ。それに今ブローチの在りかが分かりそうなのはロムしかいないわ。手伝ってもらえるのなら任務を早く遂行できそうだもの。俺はどちらでも構わん。邪魔にさえならなきゃそれでいい。ありがとうございます。できるだけ迷惑がかからないよう私にできることを頑張り。キーマリン、じゃあ一緒に出発。おい、また王国軍かい。ここから先は教団の管轄だ。何をしに来た。また誰か先にここを通ったのか。しらを切るんじゃない。お前らさっきのグランナイツとグルなんだろ。いや、誤解です。俺たちはその人を追っています。どこに行ったか教えてもらえますか。なんだお前ら、内部分ですか。これだから王国軍は。こいつ、うまく説明できませんが、とにかく急いで追わねばならないのです。近くの捜索を許可していただけませんか。捜索の許可が欲しいなら司教のところに行け。どうせ許可なんてもらえやしないだろうかな。
司教はどこにいるんですか？俺にどれだけ喋らせる気なんだ。情報が欲しいなら黒棒の皮を持って駐屯地に行け。手ぶらで行ってみろよ。誰も気づいてくれないぞ。女神の塔が呆れるわ。こんなに堕落しちゃって。教団の奴らはみんなこうなのか。行くぞ。くらえ。あなたと一緒な。突撃。王国だ。ここで何をして。司教に用があります。通していただけませんか？待て、ここまで来たということはファルコに会ったんだろう。まさか手ぶらなんてことはないよな。ああ、黒棒の皮は持ってきた。どれどれ。おい、これっぽっちか。ファルコのやつめ、もっとうまく釘使えよな。お前ら何なんだ。ケチくさい小遣い稼ぎをするのが女神に仕える教団の仕事か？もちろんだ。俺たちは誠心誠意女神様に仕えている。しかし聖職者も文化的に生きるため金が必要というわけだ。お金が必要とはどういう。そんなこともわからないのか。信仰心というのは豊かな環境から。で、司教。その皮は賄賂ですね。あなたの深い信仰心はこの豊かな環境から育まれていたと。それは。司教、俺たちは王国軍の騎士団です。ここに逃げ込んだ者を探しています。捜索許可をいただけませんか？追っている者、グランナイツのことでしょうか？ええ、しかしなぜそれを。つい先ほど教団を罵った後急に去っていきました。ところでどうして王国軍がグランナイツを追うのです？それは事情はまだ説明で。そうですか。残念ですが捜索許可は出せません。理由不明のまま王国軍を管轄内で自由にはさせられません。司教、フィゴルの群れが。こんな時に。話は終わりです。急いで迎撃準備をしましょう。悪い子には落としてあげる。行くぞ。見せてやる。みんなのおかげだよ。精進あるのみ。強い騎士を目指すなら訓練は欠かせないよね。一緒に騎士訓練所に行ってみよう。騎士訓練所はバトルモード。どんな敵でも油断は禁物。基礎はしっかり固めようね。最高評価。
かの S をもらうと次の訓練、なるほど、成長に役立つ報酬がもらえるんだね。もちろん体がうずいてきた。それじゃあ訓練に参加する準備を始めよう。あとどのメンバーを連れていくかも決められるみたい。準備ができたら訓練を始めよう。信頼できる仲間が一番の宝物だね。準備万端だな。よし、行こう。ご無事ですか？ああ、助かったよ。基礎は何よりもだ。あなたには大変助けられました。しかしながらそれとこれとは別です。グランナイツを追う理由を教えていただけませんでしょうか？今はお話しすることができないんです。どうしてもダメでしょうか？それでは致し方ありません。お引き取りください。助けてやったっていうのにな、頭が勝手ってやつだ。お力添えいただいたことは感謝しています。こちらは別の方法で恩返しさせていただきます。その恩返し今なさるのはいかがでしょう？フィオナ指揮官、王国は正式にこの者たちの捜索許可を要請いたします。総長承認のこの要請拒否なさるならばその旨報告いたします。確かにここは王国の土地です。ですが王国と教団間の不可侵制約はご存知のはず。よって王国側の総長の要請に従う義務はありません。合に従えというわけですね。であれば
女神の教理に基づき決闘するしかありませんね。それは1、力を持つ者に従え。2、苦難に屈するな。要となるこの2つの教理、あなたもご存知のはずです。武力であなた方に勝てば、あなたは最初の教理に従わざるを得ない。そしてこの決闘を断るのであれば、2つ目の教理に従って。もう結構です。致し方ありませんね。女神様の教理を説得の材料に使うとは。捜索許可書を用意いたしましょう。その間、指揮官、ありがとうございます。ところで、どうしてこちらに？この絵隊長にムムの異常現象について報告したとき、任務を受けた。君たちが困っているとき、助けてやってほしいとね。その後、教団の管轄地に向かったという情報を得た。なかなか許可が下りないだろうから、こうして来てみたわけだ。なぜ女神の教理にそんなに詳しいので？普通教団にまさか教理で説得するなんて思わない。勝利のためには敵を知れ、これは常識だ。君たちも知識をつけるといい。なるほど、勉強になります。それにしてもグランナイツがなぜあんなことを。皆の憧れである存在なだけに残念でならない。俺もです。目の前であんなことを見せられて、もう何が何だか。そうだ、総長の容態は。ああ、幸い傷は深くなかったようだ。戦争で負った古傷がたたって、攻撃を受け止めきれなかったとか。不幸中の幸いですね。ご無事で何よりです。この絵隊長も察しておられたのか、伝言を扱っている。こちらは心配するな。カルシオン追跡に集中せよ。そして彼とは直接交戦する。直接交戦するな、ですか。どうしてでしょう。彼の目的が何であれ、腐っても元グランナイツ。対して君たちは見習いの騎士団。君たちに賞賛があるとでも。それは。そんなもんやってみねえと分かんねえだろう。伝説のグランナイツと勝負になるものなどそうはいない。できるだけ彼との直接交戦は避けるように。ですが戦闘は避けられないと思います。元グランナイツと戦えるなんて面白いじゃねえか。お待たせいたしました。捜索許可証は机の上に。それがあればこの一帯は自由に捜索できるでしょう。あとは次の駐屯地にいるリーヤさんにこの手紙を。ことのついでで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。マンドラゴの葉を持っていけばリーヤさんに必要なものですからね。ここまでで一旦ここでしてみましょうかね。教団にはただはないようだ。うちもただはよ。あっちからブローチのオーラだよ。ふ
切りのいいところが来たら、追跡能力もあったのか、終わりたいと思います。初めて知る知識だ。今度文献を調べなくてはな。指揮官の知識欲が凄まじいな。ここから外部の人は入れない。ベイル司教から捜索許可証をいただいています。あとこちらを。マンドラゴラの葉。はい、あと手紙もお預かりしています。手紙。司教が許可を出されたなら私に止める権利はない。他に必要なものは。カルシオン。知らないな。だしかし紫色の長髪の男のことなら。そうそう、そいつ。でもなんですぐに分かったの？ここは外部の者が来るような場所ではない。だから誰かを探しているならその男だと思った。加えてフィゴルが暴れる森にあえて入る者はそういない。はい、そうです。ならば戻ったら経緯を報告してほしい。管轄で起きたことは全部把握しておきたい。わかりました。そのくらいでしたら。助かる。まずはフィゴルを片付けた方が捜索しやすい。捜索許可証は返しておく。女神様の祝福がありますよ。妙に好意的ね。なんだ、優しい教団兵もいるんだね。まだ安心できねえ。こんにちは。メールを速やかにどこへでも。デリアと申します。魂を呼ぶ強い力を感じる。運命があなたを導いてくれますように。魂。
メールには人の気持ちが込められてますよ。長いんでここで一旦終わらせてもらいます。それじゃあまた別のゲームでお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。